表彰式並びに閉会式を行います。まず各カテゴリーの優勝者を発表します。9歳以下の部、優勝はイングランドベアン・クリオーク選手です。ベアン選手は腰の使い方が上手で、全身で適所直されているところが素晴らしかったです。優勝おめでとうございます。次は10歳から12歳の部です。10歳から12歳の部、優勝はオーストラリア2号車パティ選手です。おめでとうございます。スピード感のある方でとても素晴らしかったと思います。続いて13歳から15歳の部です。13歳から15歳の部、優勝はロシアのコンスタンティン選手です。おめでとうございます。これからも稽古を続けて頑張ってください。次は16歳から18歳の部にバトンタッチします。16歳から18歳の部、優勝はノルウェーのアンドレ・バークランド選手です。優勝おめでとうございます。またどこかで一緒に稽古できるまで頑張って稽古してください。次は19歳から21歳の部です。19歳から21歳の部、優勝はカナダ、ナタリー・デミドバ選手です。おめでとうございます。敵初段は際立ちを鍛錬しました。この次はいろんな立ち方を、これを活かして稽古してください。次は22歳から39歳の部です。22歳から39歳の部、優勝はロシアのスポティン・ダニール選手です。優勝おめでとうございます。これからも空手に精進してください。次は40歳から49歳の部です。40歳から49歳の部、優勝はカナダのレイ・ティオ選手です。おめでとうございます。全体的に皆さん力強くて非常に良かったんですが、決めの時にちょっとぶれちゃうのがもったいなかったですね。また頑張ってください。次は50歳から59歳の部です。50歳から59歳の部、優勝は UAE ジョセフ・リーラ選手でした。なかなかないい方を見せていただきました。今後ともますます研鑽に励まれることを期待しておきます。ご苦労様でした。次は60歳以上の部になります。よろしくお願いいたします。60歳以上の部、優勝はスペイン、フェルナンド・リベラ選手に決定いたしました。おめでとうございます。優勝にふさわしい素晴らしい方でした。今後とも研鑽を積んで、稽古を続けていただきたいというふうに思っております。以上が各カテゴリーの優勝者となります。とてもハイレベルの大会となり盛り上がりました。なお優勝した皆様には日本空手協会から最新作の植木首席師範よりサイン入りの型 DVD 2巻セットをプレゼントいたします。そして今回のフェスティバル総勢2000人の参加者の中から栄えある総合優勝者を発表いたします。総合優勝者を発表します。総合優勝はロシアのスポーティン・ダニール選手です。圧倒的な力強さを高く評価いたしました。おめでとうございます。なお植木出席師範の特別賞推薦がありましたので合わせて表彰いたします。植木出席師範特別賞、オーストラリアのニューオーシャ・パティ選手、カナダのナタリー・デミドバ選手。なお総合優勝者と植木出席師範特別賞受賞者の方には空手協会から型 DVD 2巻セットと植木出席師範から黒帯の贈呈をいたします。
次に大会総評をよろしくお願いします。皆様、昨年から続く、コロナ禍の中、本当に多くの参加をしていただき心より感謝を申し上げます。今回のフェスティバルで皆様の心ある空手道がより一層絆を深め、空手協会のますますの発展につながると確信しました。今後もまた空手協会から皆様に楽しんでいただけるイベントを企画しますので、ぜひ多くの参加をお待ちしております。最後に、明記出席者により閉会宣言で本大会を締めたいと思います。明記先生、よろしくお願いします。世界中、今コロナで大変な時でしたけど、オンライン、皆様のご協力で無事終わることができました。大変ありがとうございます。これをもちまして船越議事オンラインフェスティバルを終わらせていただきます。皆様、くれぐれも体を気をつけて、また